はい、というわけでございまして、今回はエピソード31からのエンディングを埋めていく、おそらく最終回でございますね。で、今これエンディングの2個選択肢前で、鏡と一緒に同行して防弾チョッキ着てる状態で、あれですね、状況的に言うと、のどかが出てきてっていうところのあたりですね。で、言う通りにして、これは選んでるっけ？お願い鏡さん。ああ、鏡を抑えるんだ。彼女は奴らの仲間だ。でも、のどかを見殺しにはできない。サキちゃん、鏡さん、のどかを助けてあげて。たく、君は大バカだよ。鏡さん。ああ、僕って女の子に弱いのがたまに傷。なんと美しい友情。のどかがどうしてあの時裏切ったのか。本当なの、のどか裏切ったって。 ごめん、サキちゃん。なんで？お前のことが羨ましかった。見返したかった。ま、そんなところだろう。そんな、なんで？私の何が羨ましいのよ、のどか。見返したいって何を見返したいのよ、のどか。わかんないのよ、サキちゃんには。サキちゃんは何だって私より上だもん。そんな人には私の気持ちなんてわからないのよ。のどか、落ち着いて。もういいわ、ほっといて。灰島さん、ほっとけ。いずれ死体になってもらう。のどか。はあ、こういう展開か。あ、で、合流したかな。でもパーセンテージ増えたな。これからが本当のスクープなのに残念だな。灰島、この子はもう関係ないだろう。解放してやってくれ。今度は美しい愛情か。二人仲良く死体にしてやる。ごめんなさい、鏡さん、私のせいで。しょうがないさ、僕も女の子に弱いんだから。それに、それに愛は勝つ。さあ、まあ、で、合流したか。で、寮が来て、もろもろがあって、寮の言う通り逃げようを選ぶとエピソード31らしいです。死んじゃったら元も子もないわ。これじゃあ無事に逃げられるか。確かに、わかった。決まりか。で、まあ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 、こいつらを倒していきながら、走れ。で、ライトで誘導して、全員で逃げて、で、爆弾が爆発する。この流れは見たことあるね。あ、スキップ止まった。あとはお前たちに任せる。あー、でもこれで小野塚警部の、まあ、お前ら何をしてるんだ。コート、残念でしたね、小野塚警部。なんだ貴様。シャモ北沢様、ご無事で何よりです。全部調べはついています。小野塚警部が今まで何をしていたか。それに所長、なぜこんなところに。6ヶ月前に中華街で騒ぎを起こしたのは君だね。あの時殺された老人は私の古い友人だったのだが。それは往生際が悪いぞ、小野塚。君と組織の関係はほぼ解明した。まさかとは思ったが、警察内部に。エリートのあんたには分からんさ。真夏の暑い日も冬の凍る日も、毎日毎日地べたを這いずり回って、やっとのことで星をあげりゃ、手柄はみんなあんたらに持っていかれる。家に帰れず働き続け、挙句に家族に逃げられても働き詰め、どんなに歯を食いしばって頑張っても俺たちの先は見えてる。そんな俺が少しの贅沢をして何が悪い。俺は俺のために一生懸命生きてきただけだ。それの何が悪いんだ。悪いわよ、悪いに決まってるでしょ。あんたのために私の大切な友達が死んだのよ。友達が殺されたのよ、あんたに。一生懸命生きてきて虫けらのように殺されたのよ、あんたに。冗談じゃないわ、みんな一生懸命生きてるのよ。だからふざけないでよ、レン君を返してよ、今すぐ返してよ。あー、このルートレン君死んでんだ。
なるほどな。なんでバイト君がこんな目に。お客様、よかった。レン君。まあ裏切ったのはレン君なんだけどね。もう誰も。私決めたよ。あいつらと戦う。組織を壊滅できたらまた来るね。それまで待ってて、バイト君。今回は政治家も絡んでいる面倒な相手だ。だからこそやりがいがあるなんて思ってるんじゃ。君もだろ。ビンゴ。そう、あの事件はまだ終わっていない。あの小野塚警部は氷山の一角。まだ組織とつながった権力者はたくさんいる。そいつらを暴いて、そして全ての黒幕を突き止め壊滅させる。シャンマをはじめたくさんの人たちが力を貸してくれてるし、何よりも信頼できるパートナー加賀美さんがいる。なるほどね。そうなんですよ、このルート、途中のところで言うと、レン君と会って根が渡してるんですよ。なるほどね。まあでもこれがまだ最後っていうわけじゃないから、これも飛ばしちゃおうかしらね。さあ、終わりまして、今回のがエピソード31、達成率も 92.3% ってところまで来ましたね。前回ね、レン君がめちゃくちゃおばちゃまにチュッチュされた後にこのエンディング見るとなんかねって感じしますね。ってことは囲碁のエンディングももしかするとあれか、都合的なところでいくとクリアにはなるのかなってことだよね、多分ね。まあというわけでございますが、今回の選択肢は絶対諦めないで、今回はリョウと一緒に、レン君死んでない、死んでなくて、リョウと一緒に組織の壊滅に行ってる感じですね。というところでですね、決め手の選択肢までいきましょう。今エンディング直前2個のところで、鏡にフィルムは渡してて、ネガはリョウトっていう、なんかね、リョウトね、鏡両方とも両取りしてるような流れでしたね。でここで殺されて、で次に選択肢でのどかが、あれなくない、てんてんてんかな。でもあれのどか死んでるから、これルート違くない、わかったわ。あれこれ32になってるか。ハエ島がいて、で小野塚に行ったわ。あんたのために私の大切な友達が死んだのよ。のどかか。友達が殺されたのよ、あんたに。一生懸命生きてきて虫けらのように殺されたのよ、あんたに。冗談じゃないわ、みんな一生懸命生きてるのよ。だからふざけないでよ、のどかを返してよ、今すぐ返してよ。要はレン君を殺してクリア条件を満たすのか、のどかを殺して条件を満たすのかがエピソード31と32の分岐点なんだ。なるほどね。のどか、こんにちはって時間よ。いい女じゃん。のどか、私もう誰も失いたくない。のどかね、私決めたの。あいつだと戦う。組織の車を借りたらまた来るわね。それまで待ってて、のどか。なるほど、 94.26 まで来たか。本当に来るとはな。本当に待ってたとはね。命は保証できない。いいのか。ええ、きっと同じことをしたわね、父さんなら。変ね、恨んでたの。行くぞ。
やることは山ほどある。うん、要はあの事件の後日本を出る決心した。その上で誰と一緒に同行して組織と戦うのかって話なんだね。日本で捕まった連中は組織の一部に過ぎない。組織の黒幕はこの国にいるらしいと加賀美さんが教えてくれた。私は黒幕を突き止め組織を壊滅させる。日本にいる友人たちは反対したけど、今自分にできることをしないときっと後悔する。私はもう後悔なんてしたくない。ふん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 。でエンディングか。あーなるほどね。エンディング相変わらず飛ばせないのね。じゃあせっかくだからエンディング最後のやつを一緒に見ながらエンディングを見ていきましょう。というわけで亮と加賀美と行けるんですけど、亮の方で行こうかなというふうに思います。というわけで最後の選択肢でお会いしましょう。さあというわけで、終わりというわけでエンディング32でございますね。で最後のエンディングはスペシャルモードでプレイしないと到達することができないので、あの選択肢が事故れないっていうような、なんでまあ難易度も上がってる状態ですよっていうことみたいですね。まあ了解でございます。というわけでスペシャルモードを選んだ状態でエンディング35の分岐やっていきたいと思います。で捕まってて、のどかはまだ解放してないよ。で海に飛び込めで分かったわ。分かったわ。あ、スペシャルモードを選んでる時点で分岐するのか。もしやだって終わって八重島来て小野塚来てで助けてもらって、おお縄にかかった。そっか、サキが叫ぶシーンがねえんだ。お元気ですか。私は今取材でフランスに来ています。その取材中に行方不明だった父のことを知っているという人物に会いました。その人の話では父は各地の反政府組織の援助活動をしているらしいのです。そうです、父は生きていたんです。そうね。でも私は迷ってます。父に会うべきかを。 Sir, I have Miss Kitazawa here. Good. Bring her in. Yes. 会いに行ったんだ父さん。こんなところまで何をしに来た。父さん、父さん、どうして、どうして何も知らせてくれなかったの。私、父さんが死んだとばっかり思ってた。生きてたんならどうして知らせてくれないの。私はこの地で生まれ変わった。え、ここが私を必要としている。そして私もこの地を必要としている。それだけだ。何がそれだけよ。何が必要とされているのよ。必要としているのは私たちだって同じだったのよ。父さんはそれでいいかもしれないけど、日本に残された私はどうなるのよ。母さんが死んでからずっとほったらかしよ。私だって必要としたのよ。よかった、お前が元気で。よかったって何よ、その無責任な言い方。そんなんだから母さんは、母さんは父さんのせいで死んだのよ。母さんなら分かってくれる、私の今を。え、そんなの父さんの勝手よ。ここの子供たちの3割は死んでいく。私にできることは小さい。だがさあもう帰りなさい、サキ。今のお前にここは生きていくには厳しすぎる。父さん、話してよ。私はまだ父さんと。父さん、ねえ父さんってば。ハッピーじゃねえな。シウダダニア。
終わり？はあ、まあでもあれよねと、サキがお父さんにも会えましたからねっていうことね。まあ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 、まあ、必ずしあの和解がねハッピーエンドじゃないですよって言われたらそこまでいっちゃそこまでな感じもするから、まあ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 っていう感じですかね。なるほど。というわけでございまして、これにてですね、全てのエンディングを見ることができました。いやー、スキャンダルはダブルキャストの後かな。実はその順番自体は全然バラバラで、でその中でもこのスキャンダルは展開がとにかく怒涛だったので結構夢中でやったタイトルだったんですよね。ダブルキャストとやっぱりこのスキャンダルの2本っていうのはシナリオがめちゃくちゃやっぱり奇抜というかトリッキーな展開が続いていくので、そこに結構魅了されたっていうのがありまして、でそういう点で考えたりすると、やっぱりですけど物語としては面白かったかなっていう風に思ってるっていうところが一番でございますね。でさてさて、問題としてはどれぐらいの金額なのかわかんないですけど、あれですよね、次ヤルドラシリーズ本当にやるんだったらブラッドプラスだと思うんですよ。これが多分最後のタイトルになるのかなと思ってるんですけど、ブラッドプラスってあれなんだっけ、何本かあるのか。ヤルドラシリーズでしょ、ヤルドラシリーズで最後になってる、そうだよね。ブラッドザ、ブラッドプラスじゃねえや、ブラッドザラストヴァンパイアかが最後のタイトルになっているかなっていう風に思いまして、で問題は価格そうなのよ。一番はあのね、レトロゲーム実況者にはしんどい時代が始まっておりまして、あのレトロゲームの価値が全体的に上がってきてるんですよね。なのでね、なかなかねやろうと思ってもっていうところがあったりするんですが、上巻下巻で、いやこれゲオとか探すか、いや中古360円だ、で下巻が中古いくらだ、中古380円、そうだよね、そんなもんだよね。そうブラッドプラスがね、まさかの今回プレイステーション2のヤルドラでグラフィックの進化ってすごい感じていただけたんじゃないかなっていう風に思ってるんですが、その上でなおかつ上下巻なんですよ、とんでもねえっていうところなんですよね。でなおかつなんかその今までのなんていうんです、そのやってきたヤルドラとはちょっと違くて、選択肢を選ぶ以外にも概念が入ったりするらしいですね。なんですが、まあここまでね、季節を抱きしめてダブルキャスト、サンパギータ、雪割りの花、スキャンダルとやってきましたから、ヤルドラシリーズコンプしますか、ここまで来たら。というわけでね、また見てる間はほとんど喋らない私のヤルドラシリーズでございますけども、プレステ版と違ってね、私が演じる時間がなくなったのでっていうところはあるんですが、次回はですね、改めてではございますが、こちらのブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアね、上巻下巻でお会いしていきたいなっていう風に思ってるところでございますが、ここまでね来ましたから、最後にスペシャルがどうなったのかっていうところをね一緒に見て終わりたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。いやでも、やっぱりね、結論から言うとヤルドラシリーズの魅力ってあるよね。だしまああれだもんな、極端な話ヤルドラシリーズの正当後継がスクールデイズみたいなところあるもんな。アニメーション見ながら選択肢で分岐していくみたいな作りで言うんだったらねっていうところはあるから、なんだろうな、後で受けてるタイトルで見ても意味はあるんだと思うんだよヤルドラシリーズって。なんだけどね、それがなんか思いのほか続かなかったよなぁとは思ってるところではありますね。まあつってもアニメーションばっかり作らなきゃいけないからね、制作費とかは高いのはちょっとうなずけるんだけど、さというわけでござして、全部が埋まって、BGM リストとか美術設定
あー、見たい人によっては見たいよね、こんなんね。っていうのが見れるようになったり、豚が見れるようになったり。でもなんか順当に空いてったって感じはするかな。あーでもあれなんだ、泉さやかとかも見れるようになってるんだね、多分前からだけど。いやー、しっかりと埋まりまして、エンディングリストも35分の35というわけでございまして、お疲れ様でございました。次回はヤルドラシリーズ最後の秘策、ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイア、こちらで、お会いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ここまでのお会いは私ヤガミンことヤガミヤでご案内しました。ではまた次回タイトルにて、 See you next title、 Stay tuned、 バイバイ、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。